ジュリアス・ソーパーは、青山学院進学部の教授、米国メソジスト監督協会選教師。青山学院の石碑1845年、メリーランド州生まれ、ドルージン学校卒業。米国メソジスト監督協会ボルティモア年会で、アンシュレを受け、1873年、J.C. リビソン夫妻と共に来日する。来日の翌年には、津田線の経営するアザブ 学能者を説教書として日曜礼拝と日曜学校を開始。津田仙ははじめ400人に洗礼を授けている。入信者には慶応義塾の初代塾長の古川正もいた。1880年には山形県天道市に高橋雲太と共に医師志田良鈴に招かれて伝道を始める。天都町を技天道大庭多工に天道民協会を設立した。 1882年には山形教会を設立した。このように明治期の日本にキリスト教の伝道と教育を行った。青山学院の源流である築地にあった公共学者の実質的な設立者でもある。そこでは英学と漢学を教授していた。1896年から1911年まで青山学院進学部の教授、1901年から 年1908年までは同学部長を務めた。また、メソジスト監督協会の東京、横浜、函館連海区などの長老市も務めるなど、日本のメソジスト関係の初期間の基礎作りに大きな貢献を果たした人物である。1937年、聖居。1845年2月15日メリーランド州に生まれる。1867年、 ドルージン学校を卒業する。1873年、米国メソジスト監督協会ボルティモア年会で、アンシュレを受ける。1873年5月20日、マリー・フランシス・ディビソンと結婚。この時、J.C. ディビソンとメアリー・エリザベス・スチュアートの結婚式も同時に行われた。1873年8月8日、J.C. ディビソン、夫妻と共に来日し、東京に赴任。 妻のマリーも宣教師として、共に来日する。1874年、津田千の経営する麻布の学能者を、説教書として、日曜礼拝と日曜学校を開始。津田千は、はじめ400人に洗礼を授けている。入信者には、慶応義塾の初代塾長の古川正もいた。1874年7月7日長女のデナイザベル・ソーパーが、 東京で誕生する。1875年9月4日長女のレナイザベルソーパー死去。1875年10月2日築地ミー会設立。1876年7月16日息子のエドモンド・ディビソンソーパー誕生。彼も後に宣教師となる。1878年青山学院の源流である公共学者を築地で設立する。彼は 英学と漢学を教授していた。1878年6月11日次男のジェームス・プレストンが東京で誕生する。1879年2月2日次男のジェームス・プレストン死去。1880年山形県天童市に高橋雲太と共に医師志田良ョに招かれて伝道を始める。天と町を座天童大ばた校に天童ミイ協会を設立した。 1881年横浜に赴任。1881年4月15日辞女のエセルモードソーパーが横浜で誕生する。彼女も後に宣教師となる。1882年東京に赴任。山形教会を設立した。1883年アメリカに帰国。1884年8月1日辞女のネリー・ウィニフレットがアメリカで誕生する。 1884年11月23日、ネリー・ウィニフレット死去。1886年東京に赴任。1892年北海道に赴任。1896年東京に赴任。青山学院進学部の教授となる。1901年青山学院進学部学部長となる。1908年青山学院進学部学部長を辞める。 1911年アメリカに戻る。1914年、ノースグレンデールメソジスト監督協会の牧師となる。1919年、ノースグレンデールメソジスト監督協会の牧師委員1927年7月20日妻ママリー死去。1937年2月5日死去。AB、渋木雅美29から30ページ。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w ンダブリュ l クランメル来日メソジスト宣教師辞典。教文館 2> p 2 4 2 2 4 3ンダブリュ l クランメル来日メソジスト宣教師辞典。教文館 .p64 彼の功績を記念して、青山学院大学青山キャンパス内の 登録有形文化財ベリーホール前に彼の石碑が混流されている。ありがとうございます。